高学歴格付けチェック2020年お正月スペシャル、明けましておめでとうございます。はい、今年はやってまいりました、恒例の格付け今年やるね、呼び乗りの毎週席分とわけが違う。今年もやってまいりました、格付けチェックのお時間です。まあ今から問題を5つ出します。一流高学歴の方ならもちろん全問正解できるというクイズでございますが、そうですね、そうでございます、そうでございます、私たちですがね、ちょっともし間違えるようなことがあれば、身につけているもののランクや、ね、画面から薄くなってしまうということがあるかもしれないので、そこはご了承ください。それではチームを紹介していきたいと思います。はい、では左からチーム理系の皆さんです。大阪大学理学部学生オッティです。同じく木村潤です。教育系 YouTuber 読み寄り匠です。東京大学大学院博士課程中退。あ、どうもチーム浪人です。あ、どうもチーム寸大の、あ、チーム寸大チーム寸大大阪大学経済学部生バカです。大阪大学外国語学部フランス語専攻ノイリです。東京大学農学部大学院中退伊沢だ、よろしく。中退多いなチーム中退が真ん中に、真ん中チーム中退、中退中退中退、ああそうなんや、チーム中退だこれ。今から問題をね出してくるんですけども、答えが A と B の2択に分かれるようなクイズになっております。チームで1つの回答を出してもらって、その部屋に入ってもらいます。正解の部屋に私が入っているので、私が入った部屋のチームは正解、入ってない方は不正解ということで、まあなるほど。はい、それでは早速問題出していきたいと思います。いくぞ。おー、明けおめ、答えやろう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。それでは1問目、美術鑑賞の問題です。こちらの2つの美術品、俗に言う大学のお土産はございます。この2つの美術品の中から東大のものを選んでください。ほう、はい、ほうほう、これ美術なんですか、まずこれ美術確かに最初美術って言われて、はいはい、誰も詳しくないから、はいはい、そうですね、計算とかしてボケようと思ったらそういうものでもなかったんで、もうそうですね、当てに行くしかないですね、普通にこれ素数ですね。確かにそうですね、2、3、5、7、11。なんならこっち画像を荒らす時って何かよくわからんっていうこういうのやるのは、はい、まあ兄弟っすね。まあこれ見たことないんですよ、購買で。まあそうですね、うん、これあったらね、確かに5、6本は買ってるか。まあそうですね、そうですね、確かに。あ、画質はヒントだよこれ。確か東大の、はい、そのこういう商品のウェブのやつ、はい、画像1枚1枚ちっちゃかった。おお、こうならざるを得ないでしょ。そうですね。じゃあ一旦僕らの結論、うん、はい、せーの。おー、じゃあ一致ということで、じゃあ A ですね、こちら A のこっちで、はい、いきたいと思います。はい、おお、誰もいない、誰もいないですね、誰もいないですね、いいですね、ちゃんと接待する本が、ちゃんと接待する本、接待なんだ。まあ私たちね、一流大学生です。いや本当にそうですよね、もっと一流大学生です。まあ美術の成績が良くてここに来てますからね。いや、お前は美術1やろ、だってお前2です、2です。これでもさ、素数じゃない ?2、3、5、7、11、13、17 って素数定規みたいな売り方を多分してるんですよ、このネクタイ。これに関しては何の特徴もないからさ、なんかあるんじゃんでも。あ、ちなみに僕これお菓子食べることで、あの、ガクトに近づくっていうルーティーあるんで、そのお菓子めっちゃ売れるっていう、はい、整数問題、暗算で解けるまで帰れません、やります。あー、赤本しますね、赤本やってみますね。でも多分な、こっちって言うでしょっていう問題、いや、こっちって言うでしょっていう問題ですね、問題な気がしてきた。東京大学が、うん、あえてこんな素数おもろいやろみたいな、確かに確かに、ちょっと遊び心の入ったものを、はいはいはい、やらない気がするんですよね、僕は。でもせーの、 A。 おー、で、これなんか、うん、この無難な感じが東大を攻めてる大学かもしれんけど、なんかスタンダードなお土産としては、まあでも確かにかなっていう。じゃあ我々は、A の部屋ということで、こっちですね。せーの、失礼します。おー、何言ってるんすか、いましたか。いや、さすがにこっちですよね。いや、それは間違いないでしょ。これでちょっと一旦安心できるみたいな、安心できる。これちょっと今一橋大学の
整数問題を暗算解いてね、やってるんですけど頭おかしいやん。どうですか、やってみますか。俺できるよ。あとちょっと、あとちょっとでできる。ガムはちょっと、うん、判断材料なさすぎるんやけど。あれマークとかない。そう、ネクタイ、まあ、ある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 。素数しか書いてない。あ、素数定規って聞いたことあるんですけど、僕マジで。なんで聞いたの。ツイッターで見ました。でも多分兄弟やった気も。お、いいね。俺もこの大学の本当は東大っぽいなと思ったけど、でもそんなことないなと思ったからいいよ。早っ。いやでも、いや分かんないです、東大かもしれない。いやでもうちの大学が意外とこういうことしない。で、あとこれね、東大っぽい色が。今でも遠目に見たらこのモザイクちょっと強って見えたんですけど。ちょっと待って、待ってみたいな。どうですか。あー、なんか強って書いてある。見えへん、これ二条城見えへん、ここら辺に。それは違う。あ、違う。そこまで俺イカレーなこと言ってない。そこまでイカレーな。こっちだって東大カラーだ、色が。あ、東大カラーってことですね。うん、淡青の淡い、淡い青ね。絵っぽいですね。スノエリンが決めたに全部従うけどね。じゃあ絵で。オッケー。ということで、はい、答えは、はい、A です。 A です。まあ、こっちは終わりだろ。お、え、おーい、お、あいつか、なんか。まあ、端正だったしね。端正、端正、端正、端正込めてたってこと。うちゲーロ。ごめんなさい。あの、端正な顔立ちの方の端正ですね。え、ちげーよ。あ、違う。え、ちげーだ。違った。何。いや、あの、東大のスクールカラーの端正。あ、そういうの。あ、色ね。すごい。スクールカラー知らん。うわー、全然違う。あ、僕は、そんなじゃないやん。トラアイコーシン横国芸。米なんか。それでは、結果発表です。はいはいはい、正解は、簡単すぎ。これはちょっと個人的に読み読みさんにすごいちょっと手を与えたいですね。おお、どういうあれですか。なんで東大の生協のホームページまで知ってるとは。素晴らしい。どういうこと、どういうこと。でも言うたらこの人東大のスクールから知らなかった。いや、それはやばい。文系的な発想だから。東大のスクールからのこれやろって反応した知らんかったっていう。青なんてただ波長の短い光としか思ってないから。東大のスクールからと京大のスクールから波長違うからね。ちょっと違う。京大の色が東大だけって可能性ないっすかね。他の大学の可能性もありますから。そうそうそう。あ、抜けが。東大ならば端正はありますけど、端正ならば東大じゃない。すべて求めようって言ってたじゃない。確かに。センター試験的に東大がナンバーワンじゃないんだよ。ほんとだ。はい、それでは皆さん正解ということで控室にお戻りください。いやーじゃあ余裕だよ。次の分野は頭の体操です。この2つの問題から東大の問題を選んでください。なるほどね。解いたことないんだな。でも東大っぽくないですか、こっちの方が。東大っぽいと思う、俺は。東大ってなんかこんな、なんかこまごましてないし。でもそれが引っ掛けの説ある。あー、え、東大か何京大。それ以外です。それ以外。へえ。いや、 A ではないと思う。 A でないって感じするんですね。新聞とか言わんのか、不東大。なんて新聞知ってる。うん。いや、言うって言う。A、B、C、3種類言うって言う。だってこの子フィーリングでしかない。フィーリングでしかない。フィーリングマジ B だよ。B でしかないですね、これ。好きです。余裕よ、こんな。これは、さすがに。さすがに、これはいけますね。せーの、B! もう出す前から分かってたんだよ。3人中いくぞ。はい。カッ。クリア、クリア、クリア、クリア。まだ一回ちょっと A 見ます。 A 見てみよう。はい、これ当てたすぎて震えてるなう。確かに。当てた、当てたすぎて震えてるなう。でも多分むずいんでしょ。こうあって、次の日の車に全部なくなってるドッキリしたくない。確かに。あれない。でもな、もう遅いよな。あ、まあ今からでも食えば。正直これレンズがちゃんとかけたら解ける問題ってことやな。多分そうやと思うけどね。 B のむずさのちょっとね、分からないですよね。 N 枚のカードは A 枚の数字がされている。頑張って。もう、もう掃除の時間終わるよ。もう掃除の時間終わるよ。給食代運んじゃう。あー、それじゃん、こっちだ、それじゃん。
の方がちょっと問題文長い印象もあるんよね。俺の感覚では。それはある。せーの。A。A。おー。合うんだ。東大は、そういうトンチみたいなさ、幼稚園の難しいとこが解く問題みたいなの出してくると思う。確かに。なんかたまに。ちゃんと素早く情報処理できたかっていう能力があるわ。多分その能力も東大は見てるはず。そうそうそう。じゃあ入りまーす。まだ呼び乗りさんに来れば、確かにそう、そっちが大事。チームはもう全然当てにならない。呼び乗り来た方は結構でも、呼び乗り来た方マジでなんか信頼性あるよな。うん、はい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 。計算すなよ、計算してる。今までこれ解いて帰った人います？これいません。でしょう。皆さん一応何をしていましたか、聞いてよろしいでしょうか。一応解いてみてる。一応解いてみてる。一応解いてみてる。でワンチャン下でさ、あいつが解いてる可能性ない。あの3人。キム、オッティ、お呼びのりの3人。それはめんどい。もう1枚ホワイトボードもらってよろしいでしょうか。結構簡単っすね。B が簡単ですね。どうすか、キムさん。まあまあまあ、解けないことはないですね。でも時間かかるよね、だから。そうですね。ちょっと めんどくさいですね。ベン図でいけそうだったけど、ベン図でも結構複雑で、こっちはちなみにもう解けちゃった。言ったらこっちの方が難しいわけです。そうですね。A は、なんかちょっと昔の東大の問題っぽい。理系チームの回答は、こちらです。A、A、A。あ、一致しましたね。理由としては。解くまでにかかった時間です。マジ？マジ？マジっすか？おい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 。ああ、東大6年通ってたやつはこの問題分からんねやね。ああ、クイズ王はやっぱり受験は分からんのかな。失敗したー。海外の問題だったら難易度じゃ分かんないよねって言って確かにって。いや、残ってた。いやいやいや、海外の比較だったら東大で一番難しいと思ってるから。でもそれって国内の発想だよねって。もしかしたら B、ハーバードとかマサチューセッツとかの編入とかそういうやつかも。英語の文章を日本語訳した感あるなという気が。結果発表。解きゃ分かる？解きゃ分かるか。え、確認したいのが、B の問題は海外の問題ですか？違います。さっきの全カットの全カットこの人たち何で海外とかなんか持ってきたみたいな。ポイントとしてはどっちもこれ1970年代かってます。そうですね、そこはあったんで。俺そうですね。いや、ちょっとなんか両方とも簡単すぎてあんまクイズとか使わなかったですね。そっちで行くんだ。お前そっちで行くんだ。なんで冷房かけてんだ。しかもほんまになんで18度合ってないのに熱くなんなよ。もう頭冷やさない。パロゼロのボックス本当に東大生ですか。マジ一緒にされたもんね。さっきからなんかまた外れないことばっかり。これはだってもう片方はハーバードの問題だと思って。もう片方次の問題が美術鑑賞でございます。美術館でやるショーのことですか。ああ、まあまあそういう戦い方もできない。ちげえだろ。諦めてるもん俺。早くも諦めないと思います。この2つの大学のマスコットキャラクターで東大の方を選びなさい。マスコットキャラクターやば。え、これなんだこれ。何、ポケモン。マスコットというか、まあイメージキャラクターというか。これはこれこれ何なの。これもサイトに、東大のサイトから引っ張ってきた。東大のサイトから。あ、どっちかが。あ、こっち、あ、そっちだ。真面目な話をする。東大にトマトっていうテニサーあんだよね。おぉ、トファトってことでしょ。まあ、で、あの、ま、無視して進めると、うん、あの、他のね、なんかね、女子大とかと一緒になってる可能性があって。あ、インカレサークル。そうそうそう、インカレサークルだから東京
なんとかなんとかだからフォルティッシモ大学と一緒だから。あフェリス、あトンジョとかの可能性なんだよ。トンジョ東京女子大学。これはさ、本当に分からない。分かんないですね、これせーの僕は B です。僕も B、 私も B です。え、じゃあ答えアンパンマンということで B です。 B だっつってんの。いいわじゃん、これだって、うん、はい、絶対なんかコメント欄で似てるとか言われてる。これはあれですね、正確に言うと動いてます。動画の一部動きを撮ってます。あれでしょ、はいはいはい、倒すと経験値高いやつでしょ、はい、はぐれメタルです。以上です。なんかめっちゃ水銀っぽくないですか。限界シリトルみたいな。あ、これ限界シリトルってなんない。え、とても面白いアプリなんだよ。君もやってみるかい。やってみるかい。あ、これ分かっちゃった、大学。お、どこで。東京農業大学とかでしょ。ファーミングとかじゃん、農業、はいはいはい、農業ってアグリカルチャーじゃん。アグリカルチャーだろ。じゃあカットで。でもなんか、ファーミングの可能性もあるよね。そういうのあるよね。だから、畜産大学とか、そういうなんか T は T はまだ考えてない。なんでも英語版が今度出たんだって。そうなんの。そうだよ、やりに詳しいね。あれじゃない、これで我々これ選ばないのもっていう感じしない。だってやっぱりこれ見た時に自分たち一番最初にこれに惹かれたわけじゃん。はいはい、じゃあ理系チームの回答はこちらです。せーの、ぽい。せーの、ぽい。うわー、ういない。せーの、ぽい。ういない。あっち1個外しますからね。わー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 、実績ないから。多様性を認めて A って可能性もあるんか。いや、あるな。なんか形を持たない水みたいな印象、形を持たない水のように、うん、多種多様、十人十色な人生を歩む的なことを言ってるんじゃないかな。ほう、なるほど。 TFT は俺多分風流変換のことじゃないかなと。あ、お、風流トランスフォームだよ。あった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 。これは東京ユニバーシティ風流変換協会のマスコットキャラクターと見た。まあ勝者の余裕ということで、まあ、謎なぞをしよう。これはね、謎しましょう。謎なぞね、めっちゃ得意なんですよ。あ、そうなんですか。子供の頃からね、謎に包まれて生きて、ほらね、謎でした。あー、まあ確かにね、確かに、うん、子供も謎で、今も謎だから謎謎謎でした。なるほどなるほど、素晴らしいですね。謎の事情ね、俺ね。せーの、 A B B、 あ、 B 来た。ついに、ついに来た。 A って書いてたんですけど、うん、今の推移でちょっと一旦あるかな。どっちだろうな。これ多分 A 選ぶと思うね、みんな。うん、あー、なるほど。だからこそ B 行きたい今。じゃあ一回かけて出てみますか。あに入っていきたいと思います。正解です。正解です。トマト。嘘でしょ。え、東大トマト。あれ。あれあれ。あれ、なんか。あれ。負け犬の匂いがする。あれ。あれ。なんか。いやもうね、まあ、それは今言いたくないよ。まあ、されるから。いや、ちょっと、まあ、いや、分かんなかったから別に違うこと言うよ。ちょっと先に聞かせてください。うん。ジャンキーで勝ったの。ジャンキー。はい、ジャンキー。ジャンキーぽい。アイコでしょ。おい、あ、俺だ。いや、東大トマトのインカルナのキャラクターだと思った。でもなんかそれ、やっぱ安易だね。あ、いいっすね。いや、いやだから安易って逆にお前らが安易で、そうそうそう、あれに関しては。いや、東大と間違えない。いや、でも2位も東大と間違えるし、ただし負けですからね。でも、いや、もう、もう、もう、分かってますか、何か。あれですか、僕らみんなに終わったので言ってやってくださいよ。言ってください。言ってください。言ってやるから、違う。言ってくださいよ。お前のキャラクター。言ってください。いや、何なんですか、お前。何か言ってみろよ、たくみ。じゃあ行きます。トマトのキャラクターの TFT、何の略？トリフルオロトルエンですよ。わかんない。
完全には頑張ったね。頑張ったね。で、あれはもうほんまに東京大学130周年のなんかデザインみたいなやつで、ほんまになんかわけわかんないやつ。キャラクターじゃねえ。トマトの方は名古屋大学のテーブル42っていうなんかいろんなところにご飯作ってる知識いろんなところに。問題は大学の水飲み方でございます。こちらが早稲田大学の水で、こちらが普通のサントリー天然水。工学駅というなら早稲田大学というね、とても頭のいい大学の作った水わかると思うんですよね。今ちょっと私じきじきに飲み比べていきたいと思います。おお、なるほどなるほど。クソゲークソもんだ。最後の問題は2ランクダウンでございます。まあまあまあ関係ないですよね、別に。まあまあまあ正解するか、正解すれば問題ない。まあ言われると思ってました。同じですね、見た目は。いや、光の3ランクが違うかしらね。確かに。ちょっと匂い変えてます。途中に匂い変えます。うん、え、理系なんでこれ頼むんですか。いや、別に。結構もう分かりますね。自分はあの舌で定量分析できるんですよ。便利。すごっ。はいはい、高度っていうのは違いますね、高性能についてはい。高度って要するにカルシウムイオンとかマグネシウムイオンが多く含まれている方が高いわけです。そうですね、1リットルで 120mg までが軟水、はい、それ以上が高性能です。40 60おお。どっちかは分からない。ヒントとして。あ、分かりました。そうですね。僕あの口で HMNR できるんですけど。97% が普通の水素です。はいはいはい。5つのうちの。はい。3% が重水素です。はいはいはい。待って。結構すごいことになる。こっち 96% が普通の水素。1% が重水素。え、三重水素。三重水素が 2% 入ってます。おということが分かりました。三重水素 2% またらめっちゃ高いっていうことが分かりましたってことが言いました。え、どっちかは、どっちかは分かりません。あ、そうね。ちなみに僕下でクロマトグラフィー。何を展開する。何を展開。これ pH 7.2 ぐらいですね。 pH 分かんない。こっち pH 7.23 ぐらいありますね。あ、有効数字増えた。ちょっと慣れたら、なんて20でした。あ、20。2回目で慣れたのかと思った。決めちゃいました。早稲田の方がどうなのか。早稲田の方が研究とか盛んじゃないですか。だから、重水素、三重水素が紛れ込んでる。あ、まあじゃあそういうことにしましょう。紛れ込んでると。選んだのはこちらです。せーの。はい。B。お、B、B、B。お、お。じゃあ一致ですね。一致しました。いやね、これね、こっちから、ちょっと大隈重信を感じました。正直。呼び鳥チームが間違えて俺らが合ってた場合、はい、これは大逆転。大逆転ありますよ、これは。あるわ。あ、ジャイアント馬場が見える。あ、これ高田の馬場だ。これ高田の馬場だ。この温度、山本くんの体温だ。誰？あの、クイズノックだ。クイズノック、あの子忘れない。よし。おかしないんだよな。そうなんですよね。なんか伊沢さんが大食い企画やったらしいっすよ。あの、唇に溶けるのは A で、早稲田ってさ、稲って感じ入ってるでしょ。うん、入ってる。稲って感じ入ってる、その稲を育てるのに向いてるのは B。 そうですね。向いてるのは B っていう感じ。稲作的にはただ A の方が唇には俺は好き。確かに A の方が飲みやすい。せーの、はい、 B。 そう B。 そう B。 いつも買ってる水の味がしたのは A。 確かに確かに。じゃあ入りますよ。いっせーので。やっぱりやっぱりましたね。イラつくな、イラつくな、なんでしょう。あいつはバカだな。いや、バカだわ、ほんまに。アホすぎる、さっきまで B って、さっきまで。あいつらと同じになった時点で、ちょっと負け感。まあ、負け感。逆に負けて、まあ、あれで負けてるのはすでにもうだって。確かに、そう、まあまあ、それでいいんかって話よね。間違いない、ほんまに。はい。なんだよ。はい、向け。向け。
あれ急に。あれだな。え、でもなんか、あ、草。草。あれ？なんか B の方がね、ミネラルの香りがする。こう鉱物を感じますね。 B にすごい鉱物感あるな。やばい、ちょっと待って、 B で、あ、なんかね、 A はね、うん、伊沢さん信用できるか。いや、いや、伊沢さんと逆行けばいいんだよ。いやいや、待って待って待って、水は任せろ。あ、ぬるい。ぬるいってことは、届いたばっかりの。そうだよ、そうだ。諦めぬるい。テレフォン制度とかあります？確かに。あの、山本さんに聞いてみる。ちょっとじゃあ山本に電話してみる。苦しゅうない。苦しゅうない。まあ山本が出ないってことで。ああ、でもこっちだろ。これさ、はい、なんか混ぜて主張が強い方がさ、わすだっぽくない？あ、やっちゃってください。なんかあの、山本の元のブックの、あー、本ね。そうもう俺の流れ完璧に無視じゃん。ああ、冷て。あ、つまりでも B だな。あ、つまり B だな。 B でいきましょう。いっせーので、ポー、 B マイル。おー、いやー、やっぱそうですよね。やっぱそうですよね。分かってんね。やっぱ分かってますね。おー、よし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 、勝った。つまらん人生歩んでんな、いやー。運命の結果発表！結果発表！もういいって、俺たちが勝つんだから。お前らの負け。正解は、はい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 、お前らが全部負け。お前らのこういう顔が見たくて俺たちが仕掛けました。それでしょ、すん。え？お前だって仕掛け人じゃん。そうでしょ。あの、ソイトラガでもできますね。ああ、で、歯切れの悪さすごいぞ。でもみんな見えるんですか？いや、もう見えてないっす。あれ、見えてないよ。あれ、誰？なんか、でも人いないのになんか部屋が狭く感じる。確かに。なんでだろう。なんか部屋が狭く感じる。みんな、各々、いや、部屋が狭く感じる。誰が見えてないかわからんから、やばい。俺の顔でかいからや。俺の顔でかいからや。え、むしろなんで A したんですか？え？なんで A だったんですか？これは、何を見てるテストかっていうのをまず考えてほしい。そうね。これに、みんな B に行きたいっていうテストで A に行けるかっていうのが本題でしょ。あ、これで B なんだって感じ、俺。すんそういう人なんだ。あ、じゃあすんが悪い。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 実は B ならすんが悪いから。確かに、だってすん映ってないですもん。だから俺だから、俺の中で負けないんだから。すんが負けか、みんなが負けかっていうから。すんなら、自分で初めから映す価値なしって分かってるよね、だから。だから、あですね、編集で消せるのかお前ら。ということで、また来年の確定チェックで会いましょう。それでは、さよなら。あー、お前次が軽かった。バイバイ。